好天に恵まれました甲子園球場です。セリーグ公式戦阪神タイガース対広島東洋カープの6回戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目していらっしゃいますか？まあ 1,2 番の出塁ですかね。そこをどう抑えていくのか、おそらく序盤はこのゲームのポイントになるでしょうね。赤星さん、初回の攻撃、特に大事な点はどのようなところでしょうか？そうですね、1番バッターが出塁できるか、これが僕は一番大事だと思います。はい、両チームの1番バッター注目しましょう。カープマウンドに上がるのは先発の野村。さあ、タイガース打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。バッターは新庄。昨日は猛打賞を記録しています。当たってましたよね。そうですね。さあ、ここも期待がかかります。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。切れていきます。ファウル。ボールになります。低めは外れました。低め外れました。ここは甘い球が来たら打っていきたいですね。なるほど、そうですか。打った。レフトに強い打球。レフト下がっていく、下がっていく。スタンドには届きません。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3試合連続安打。ノーアウトランナー二塁です。さあ、タイガース一打先制のチャンスです。まあ取れる時にしっかり点を取っておきたいですよね。そうですよね。さあ、このチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスには松永入っています。はい、初球空振りです。これが2球目。内へ、これは決まった。すぐに追い込みました。インサイド落ちました。一塁ファールフライ、ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。まあここは繋いでおきたかったんですけどね。まあただね、次が彼ですから非常に期待がかかりますよね。その期待に応えてほしいバース、バッターボックスです。ファウルになります。バッターボックスのバース、今シーズンの得点圏打率は5割ちょうどとなっています。素晴らしい数字だと思いますね。非常に勝負強いですから、さすがクリーンアップと言っていいと思いますね。ここも勝負強いバッティングを見せてくれるんじゃないでしょうか。バース、入れました。ファールボール。低め、これは外れた。6球目は何で来るか。空振り三振。前にボールを飛ばせません。まず何を投げてくるか。ファウルになります。緩いボール、しっかりと見極めました。打ちました。これはどうか。ピッチャー取った。一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。先制のチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを生かせませんでした。2回の裏、タイガースの攻撃、バッターはオマリー。昨日のゲームは見事なホームランを放ちました。いやー、ホームランが打てたのは大きかったですよね。さあ、今日もバッティング打ちました。痛烈な打球、伸びていく、どうだ、入れば、入った、ホームラン。先制ホームランです、タイガース。これで4試合連続のホームラン。初球でした。きっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。タイガース1点を先制しました。1対0。頼りになる男がやってくれました。ご覧いただいています、ナイスバッティングでした。そうですよね、最高の結果を出してきましたよね。先制点はホームランから生まれました。バッターは注目のルーキー、アリアス。昨日のゲームでマルチ安打を記録しています。タイガース、ホームランで先制しています。
赤星さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。そうですね、しっかりと自分の役割を果たしてくれましたよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。打ちました。セカンドが取る。アウト、ワンアウトです。今日これがプロ入り初打席となる和田。ワンアウトランナーありません。初球ボール。厳しいですよね。ここはなかなか打てないですよ。アウトローの変化球、キレがあります。ワンボールツーストライクです。変化球空振り、ツーアウトになりました。バッターは日戸。昨日のゲームでは2本のホームランを放っています。いいところで点を取ってくれましたよね。頼もしかったですね。さあこの調子を維持していけるか。ツーアウトランナーありません。引っ張った、サード取った、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回タイガース値千金のホームランが出ました。赤星さん、先に試合の主導権を握ることができました。そうですね、ここはビッグイニングを作るつもりで攻めたいところですよね。はい、一気に真ん中打ちました。切りました、ファールボールです。さあ2球目は何か。空振りになります。ノーボールツーストライクです。3球目打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。先頭バッター出ました。タイガース、ノーアウトランナー1塁です。打順は1番に帰ります。バッター新庄。先ほどは見事なツーベースでしたよね。ここも思い切っていってほしいですよね。期待しましょう。ヒットで真ん中打ちました。ファウルになります。ここは中途半端なバッティングでゲッツーなんてことにならないようにしたい。いい当たり、センターに抜けました。これで3試合連続のマルチヒット。ノーアウトランナー2塁1塁。初球空振りです。ファウルになります。ここもファウルです。低めを2球続けました。ボールになります。打ちました、痛烈。これはどうか、ヒットになった。2塁はセーフ。これで3連打、ノーアウト満塁です。ここは犠牲フライで OK ではあるんですが、まあクリーンアップなんでそれ以上期待したいですよね。そうですよね、はい、さあクリーンアップらしいバッティングを期待しましょう。変化球打った、一塁間抜けた、バックホームする、サードランナーがホームに帰ってきました。タイガース追加点、2対0になりました。さらにリードを広げます。試合に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。まあこうなってくるとチーム全体が乗ってきますよね。早くも流れを確実なものにしようとしています。さあそしてバッターボックスには石峰入ります。さあチャンスが続き満塁の場面。まだまだどうなるか分かりませんから、もっと点を取っておきたいですよね。なるほど、そうですね。低めは外れました。まあここはクリーンアップですから、最低でも犠牲フライという感じでしょうね。はい、さあクリーンアップらしいバッティングができるんでしょうか。変化球打った、ショートの右、取った、二塁へ送球、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ、タイガース追加点を挙げました。バッターボックスオマリー。タイガースこの回2点を入れています。さあ3点をリードし、なおも追加点のチャンスを迎えています。初球抜けてしまったでしょうか、大きく外れます。引っ張った、ボテボテ、ファーストが前に出る、ファーストを取った、
一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース2点を追加しています。タイガース4回裏の攻撃になります。バッターボックスは6番アリアス。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。タイガースリード、真ん中打ちました。この当たりはどうか、ワンバウンドヒットになりました。これで6試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。7番バッター和田、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミング合ってなかったですよね、ここはしっかり狙っていきたいですよね、そうですね。引っ張った、高いバウンド、サードゴロ、阿部アウト、ワンアウト。さあそして打席には木戸入っています。さあワンアウトになりましたが追加点の欲しい場面、ここでさらに追加点を取って相手にプレッシャーを与えたいですね。なるほど、そうですよね。インサイド打ち上げました。ここは打ち上げています。長野が掴んで2アウト。さあ打席には先発の秋山が入っています。勝ち星もかかってますから当然続投でしょうね。そうですね。真ん中打ちました。これはどうか、ヒットになった。セカンドランナー3塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点追加します。右中間へのタイムリーヒット、4対0タイガース4点リードとなりました。ご覧いただきましょう。ピッチャーにタイムリーが出て点差を広げます。まあそうですね、取れる時に取りたいですよね。この追加点であとは後半戦をしっかり抑えることに専念できそうです。この調子でどんどん行きたいですね。まあそして勝負強いバッターに回りましたから非常に期待がかかりますね。このチャンスに期待がかかる新庄、打席に入っています。外へ持っていきましたが入りません。際どかったですよね。はい、外の変化球わずかに外れてボール。バッターの新庄、今シーズン得点圏での打率は6。引っ張った、取った、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガース1点を追加しています。これから5回の裏タイガースの攻撃、2番バッター松永。さっきはしっかり捉えたいい当たりでしたよね、ええ、今日はタイミング合ってるようなんでどんどん積極的にいってもいいと思いますね、期待しましょう。タイガースリードで迎える5回の攻撃です。打ちました、センターに大きな打球、センターバック、センターバックする、追いかけますが頭を越えました。これで2試合連続のマルチヒット、ノーアウトランナー2塁です。さあそしてバッターボックスにはバース入ります。さあ得点圏には追加点となるランナーを置いています。ここでさらに追加点を取って相手にプレッシャーを与えたいですね。なるほど、そうですね。次が2球目、これは変化球、今度も同じボールを持ってきました。見送っています。ボール打ちました、いい打球だ、大きな打球になった、ライト下がっていく、下がっていく、ライト見送った、ツーランホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。真ん中にスッと入ってきた変化球、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。クリーンナップから飛び出した一発になりました。その差を6点と突き放しました。期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いやー、打つべき人が打った見事なホームランでしたよね。これは勝利に向けて大事な追加点となりそうです。打席には4番バッター石峰、先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。タイガースホームランで得点を挙げています。ここでコントロールミスが出ました、デッドボール。バッターのオマリー、ここ5試合で試合数を上回る6本のホームランを打っていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。そうですよね、今日もホームランが出てますし間違いなく絶好調ですよね。なるほど、ここはその好調さを見せ、打った、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてフェンス直撃、バッターランナーは2塁到達。これでマルチヒット、ノーアウトランナー3塁2塁です。左中間に強い打球、レフトセンター下がっていく、入りました、ホームラン、スリーランホームランが出ました。これがチーム3本目のホームラン。
初球でした。打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。追加点が入りました。タイガース9対0、鮮やかなホームランを見せてくれました。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなってきたでしょうか。ここは当然という交代でしょうか。カープピッチャーを変えます。マウンドに上がるのは2番手のヘルウェグ。さあ、マウンドを任されたのはヘルウェグ。今シーズン2試合目の登板です。2日連続の登板です。最初は変化球持ってきました。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。ファウルになります。ここは一気に勝負してくることもありますから、しっかり見極めたい。空振り三振、ワンアウトです。8番バッター木戸、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。タイガースこの回7人目のバッターになります。小園抑えて2アウトです。次はピッチャーの打順ですが、先発の秋山がバッターボックスに入ります。先ほどはいいところで打ちましたよね。ナイスバッティング。打ちました。浅いフライ、ヒットになりました。これで3打数3安打の猛打賞。2アウトランナー1塁。初球は何から入ってくるか。打ちました。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って3塁に向かう。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3試合連続の猛打賞。2アウトランナー3塁2塁。見送ってまずはストライクです。これは足元への変化球。ストライクを先行させていきます。追い込みました。空振り三振、ランナーは動けませんでした。3アウトチェンジ。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。5回終わって9対0、タイガースのリード広がっています。2回の裏、この回の先頭バッターオマリー、その初球でした。タイガースこの一発で先手を取ります。3回の裏、このビッグチャンス、3番バッターバース、ライトへのタイムリーヒット。タイガース1点を追加します。4回の裏、2アウトで2塁にランナーを置いてピッチャー秋山、初球を叩いてタイムリー。タイガース1点を追加します。5回の裏、得点圏にランナーを置いて迎えるは3番バース、この一振り。タイガース2点を追加します。6回の裏、タイガースの攻撃です。一方カープはピッチャーが変わります。アドゥアが3番手としてコールされています。点差が大きく開いた場面での登板となりました。さあ、マウンドに上がったのはアドゥア、今シーズン3試合目の登板です。これで3日連続での登板となりました。打ち上げた、ライン際ですがここは打ち上げています。初球から積極的に行きましたが、ワンアウトとなっています。打順は4番石峰、先ほどの打席はデッドボールでした。ワンアウトランナーなし。いい当たり、このフライは切れそうだ。これは三塁側のスタンドに入ります。ボールになります。打ちました。レフト下がっていく、下がっていく、入った。ホームラン、ソロホームランが出ました。これで5試合連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。10対0、主砲の一発で1点を追加します。大きく点差が広がっています。バッターは5番オマリー、先ほどは見事なツーベースでしたよね。はい、ここも思い切っていってほしいですよね。そうですね。タイガースホームランで得点を挙げています。2アウトになりました。さあ、バッターはアリアス、この打席でホームランを放てば今シーズン20本。
打ちました。レフト下がっていく、下がっていく。惜しくも切れてファウルボールです。ボールカウントはワンストライクです。ファウルです。ジャストミート、これは大きい、伸びていく、レフトの頭上を越えていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー2塁、バッターボックスは7番和田。ここでまた中押しして流れを渡さないようにしたいですね。さあ大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。打った、レフトバックする、バックする、レフト深いところ破っていきました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、11対0タイガース大量リードとなっています。バッターボックスは8番木戸。さあまず1球目打ちました。ヒットになった。セカンドランナー3塁を回った。セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット、12対0タイガース。ちょっと一方的になっています。バッターは秋山。今日はここまで猛打賞を記録しています。まさに固め打ちですよね。すさまじい集中力を見せています。タイガースこの回引っ張った、高いバウンド松山、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。赤星さん、ここまで最高の形で試合を進めているでしょうね。そうですね、今日はもう本当に思うような展開になっていますよね。打ちました、伸びていく、このフライはどうだ、落ちるか。初球から積極的に行きましたがレフト掴んでワンアウト。2番バッター松永、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。ここは狙い球を絞っていった方がいいかもしれませんね。そうですね。アドゥはまずは先頭バッターを打ち取っています。このバース、ここのところ5試合で打率は5割を超えていますが、ランナー飛び出して、ランナー挟まれた、2塁へ。セカンド送球、2塁タッチはアウト。打ちました。ライト下がっていく、下がっていく、フェンスダイレクト。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー2塁、これが1球目。打ちました、痛烈、このフライは切れそうだ、切れました、ファールボール。低め、いいところに持ってきましたが外れます。大きく外れました。打ちました、ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球、これでマルチヒット。ツーアウトランナー三塁一塁、打席には5番バッターオマリー。今日はホームランを放っています。打ちました、いい当たりだ、大きな打球になった、ライトバックバック、そのままスタンドに入りました。スリーランホームランが飛び出しました。これが今日2本目のホームラン。初球でした、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました、タイガース15対0らしいホームランを見せてくれました。バッターボックスアリアス、先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。タイガースホームランで得点を挙げています。これも初球打ち、阿部取って、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース3ランホームランで追加点を挙げています。7回終わって15対0タイガースのリード広がっています。8回の裏タイガース、さあマウンドを任されたのは中田、今シーズン初登板です。打ち上げました、初球から積極的に行きましたがワンアウトとなっています。バッターボックス木戸、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。ええ、打点を上げてチームも勝ってるんで、ここは余裕を持って臨めてるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。ワンアウトランナーありません。打ちました、これは浅いフライ、ヒットになった。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。
これで3試合連続のマルチヒット。ワンアウトランナー二塁となりました。これが初球、まずは見送ります。ワンボール、打ちました。ヒットになった。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット。タイガースちょっと一方的になってきました。打順はトップに帰って新庄。バッターボックスには代打の真由美。まあこの場面しっかりつなげていくことが大事でしょうね。初球ボール、豪快なスイング打ちました。打球はセンターへ。センターが取りました。ツーアウトです。バッターボックスは2番松永。前の打席のヒットはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。バットが触れてますよね。いいスイングしてると思いますね。期待しましょう。痛烈、これはスタンドへ入りそうです。切りました。ファールボールです。バッター見送りました。打ちました。いい当たりだ。ライトが追いかける。ぐんぐん打球が伸びている。入った。ホームラン、ツーランホームラン。これがプロ入り初のホームラン。追い込まれてからのストレート、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。タイガース、ここ一番の集中力が光ります。バッターボックスには3番バース。先ほどは見事なツーベースでしたよね。ここも思い切っていってほしいですよね。期待しましょう。タイガースホームランで得点を挙げています。しっかり捉えた。これは大きい。伸びていく。ボールはフェンスまで到達しました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。今日2本目のツーベースヒット。ツーアウトランナー2塁。ここでタイガースダイソーを送ります。江越がセカンドランナーに入ります。バッターボックスは4番石峰。前の打席はジャストミートでしたよね。はい、今日はバットが触れてるようですから、どんどん行ってほしいですね。はい、思い切りのいいバッティングを期待しましょう。タイガースこの回7人目のバッターになります。インサイド落ちました。ファウルになります。打ちました。ここはフライになっています。菊池が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース3点を追加しています。今日は見事な完封で白星を挙げました。タイガースが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。里崎さん、見事な完封勝利です。本人はもちろんですが、ベンチ監督としても嬉しいですよね。そうですね、まあ完封したんで当然なんですけど、今日は本当に素晴らしいピッチングでしたね。そうですね、圧巻のピッチングを見せてくれました。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のカープですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが快勝ということになりました。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで甲子園球場から失礼いたします。お忘れ物などございませんよう、お書きになったお席付近をもう一度お確かめ。
今日は晴天に恵まれました。甲子園球場からお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、阪神タイガース対横浜 DeNA ベイスターズの7回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。ここまで来るとどこまで連勝記録が伸びるのか楽しみですよね。いや本当に強いですね、まあ、よく投打が噛み合ってますね。そうですよね。西さん、やはり立ち上がり各バッターはピッチャーのボールを何球か見ると調子というのは分かるもんなんですか？まあ、ある程度ねキレは分かりますけどもね、まあ、でも後々ねスピードが上がっていくということもありますからね、分かりませんね。あ、そうですか。ベイスターズマウンドに上がるのは先発の東。さあタイガース打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。インサイド、センターへ打球伸びる。この打球はフライになっています。センターが取りました。バッターは注目のルーキー松永。昨日はホームランを含む4安打を記録しています。まずはワンアウトを取っています。最初は変化球できました。2球目は何で来るか。引っ張った、サード取った、アウト、ツーアウト。バッターはバース。昨日のゲームはホームランを含む4安打を記録しています。ツーアウトランナーありません。この回のタイガース打線ですが、たった3球でツーアウトになっています。まあ簡単に打ってしまいましたね。はい、そうですよね。最初は変化球できました。これは低いところに持ってきました。3球目は何で来るか。スライダー外れます。見送っています。ボール。5球目は何で来るか。インコース打ちました。いい当たり、切れました。ファールボール。引っ張った、高いバウンド、ファーストゴロ、取りました。一塁アウトで3アウトチェンジです。この回タイガース3人で攻撃を終えています。ゲームはこれから2回の裏に入ります。さあタイガース、この回は4番から始まります。石峰打席に入ります。昨日のゲームでホームランを含むマルチ安打を記録しています。タイガース0対0で迎える2回の攻撃です。西さん、インサイド落ちました。ファウルになります。高め空振り、ノーボール2ストライク。これはバット出ず三振です。ワンアウトです。バッターは注目のルーキーオマリー。昨日のゲームではホームラン2本を含む猛打賞を記録しています。東、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。高めちょっと外れたか。高め打ちました。これはどうだ。ショート取った。ツーアウトになりました。さあバッターはアリアス。この打席でホームランを放てば今シーズン20本。引っ張った、サード取った、一塁アウトで3アウトチェンジです。この回タイガース三者凡退です。2回終わって0対0同点です。西さん、早めに両チーム点を取りたいところだと思うんですが、いかがですか？そうですね、主導権を、ね、早めに取りたいですよね。さあどちらがその主導権握るんでしょうか。真ん中打ちました。一塁ファールフライ、ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターは木戸。昨日はマルチ安打を記録しています。東、まずは先頭バッターを打ち取っています。
マウンド上のピッチャーは東、そしてキャッチャーは伊藤。このバッテリーをタイガース打線が打ちました。高く上がった。さあどうだ。真ん中を破りました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで4試合連続安打。ワンアウトランナー二塁となりました。さあバッターボックスには先発のプロクター入ります。まあ自ら打って自分を鼓舞していきたいですね。そうですね。さあ一打先制という場面を迎えています。さあ初球は何か。初球抜けてしまったでしょうか。大きく外れます。引っ張った。サードが前に来る。宮崎一塁送球します。これはサードのエラーです。ワンアウトランナー二塁一塁。記録はエラーということになりました。小宮山さん、今のプレーご覧になっていかがですか。中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。なるほど。この打席のポイントになりそうですね。バッターボックスの新庄、今シーズンの得点圏打率は6割5分6厘となっています。いやー、すごい数字ですね。頼もしい限りです。引っ張った。ヒットになりました。バックホームする。これで4試合連続安打。ワンアウト満塁です。しっかりつなげてきましたね。ええー、まあいい場面でいいバッターですから期待を持っていいんじゃないですかね。はい、その期待のかかる松永バッターボックスです。センターへ持っていった。大きいぞ。先制なるか。入った。ホームラン。松永今シーズン第2号の先制満塁ホームラン。白球高々と舞い上がり甲子園のスタンドに消えていきました。タイガースが先制しました。4対0。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。ご覧いただきましょう。期待通りのバッティングで先制ホームランを放ちました。最高の結果を出してきましたよね。ここで先制点が入りました。ホームランが出ています。3番バッターバース。タイガースホームランで先制しています。西さん、先制点が入りましたね。まあこういう状況で高めのボール弾き返した打球はセンターへ。ここはセンターが抑えています。2アウトです。バッターボックスには4番石峰。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。まあさっきは振っていっての三振ならまだ良かったんですけど。初球打ち、ここは打ち上げています。宮崎が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース満塁ホームランが飛び出しました。3回終わって4対0、タイガース先制です。タイガース4回裏の攻撃になります。打順は5番オマリー。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。タイガース1点リードで迎える4回の攻撃です。西さん、まずはリードを広げていきたいですね。まあ、やっぱり中盤でどれだけリードできるかですよね。そうですよね。打ちました。打球はセンターへ。ここはフライになっています。センター掴んでワンアウト。バッターは6番アリアス。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。打った。レフトに大きな打球。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてレフトオーバーのヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで7試合連続安打。ワンアウトランナー二塁となりました。ここはうまく引っ張っていきました。いや、本当にうまく反応しましたよね。さあ、そして打席には和田入っています。さあ追加点のチャンスです。まあこの辺りで中押しできるとより戦いやすくなってきますよね。なるほど、そうですよね。スライダーで攻めてきます。ふわふわっと上がった。ここはフライになっています。ショートフライ掴んでアウト。2アウトランナー2塁となりました。さあ、そしてバッターボックスには木戸入ります。さあ、2アウトながらなおもチャンスは続きます。まあ1点でも多く得点しておくべきですから、今度はしっかりつないで追加点を奪いたいですね。なるほど、そうですね。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。4回終了4対3。タイガースが。西さん、今日は接戦となっているわけですが、この試合展開をどうご覧になりますか。まあ緊張感のあるね、いい試合ですね。
ピッチャー両投手とも頑張ってますよ。そうですよね。これが2球目。変化球タイミング合いません。打ちました。これはどうか。大和アウト。ワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター新庄。まあ、ここはさっき打たれたチェンジアップの使い方には注意したいですね。なるほど。この打席のポイントになりそうですね。さあ2球目は何か。引っ張った。高いバウンド取った。一塁へ送ります。これで4試合連続のマルチヒット。ワンアウトランナー一塁です。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。先ほどは期待に応える見事なホームランでした。配球はご覧の通りです。中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。2球目打ちました。この当たりはどうか。ワンバウンドヒットになりました。これで3試合連続のマルチヒット。ワンアウトランナー2塁1塁。今のバッティングご覧いただきましょう。見事期待に応えました。いやそれにしてもうまく引っ張りましたね。バッターボックスは3番バース。さあしっかりとつないでチャンスの場面を迎えています。いい形でつなげましたね。さあタイガースリードを広げるチャンスです。次が2球目。ストレート打った。セカンドの右掴んだ。2塁送球。2塁アウト。ダブルプレイチェンジです。ご覧いただきましょう。最後はダブルプレーに終わってしまいました。もうちょっと慎重にいってもらいたいですよね。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。3回の裏ワンアウト満塁の場面、2番バッター松永、2球目しっかりと捉えました。タイガース一振りで先制。6回の裏、さあタイガースこの回は4番から始まります。バッターは石峰。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。タイガース1点リードで迎える6回の攻撃です。打った。大きな打球になった。伸びていく。どうだどうだ。レフトオーバー。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これで10試合連続安打。ノーアウトランナー2塁です。ここはうまく引っ張ってツーベースヒットとしています。いや本当にうまく反応しましたよね。さあそして打席にはオマリー入っています。さあ追加点の欲しい場面、まあ、ここで点差を広げるとさらに相手チームにプレッシャーをかけられますからね。なるほど。そうですよね。真ん中ですがタイミングが合わなかったでしょうか。ここはあっという間に追い込んでいます。ファウルになります。バッターのオマリー、今シーズン得点圏での打率は6割3分1厘となっています。いや素晴らしい数字ですね。さすがクリーンナップを任される選手ですね。ここもやってくれると思いますよ。あそうですか。ライトへ持っていった。大きな打球だ。これは破っていきそうだ。頭上を越えていった。中継にボールが送られる。セカンドランナーホームイン。タイガース追加点5対3。なおもチャンスが続きます。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。試合はすでに中盤戦。ここで点差が開いています。ここでリードを広げておきたいですね。まあそして彼はチャンスに強いバッターなんでね、面白いと思いますね。その期待に応えてほしい。アリアス打席に入っています。初球打ち一塁アウト。ランナーは変わらず二塁です。積極的に行ったのは良かったんですけどね。まあただ次が彼なんでね、ここはチームとしても期待がかかりますね。このチャンスに期待がかかる和田、バッターボックスです。ストレート打った。ショート抜けた。セカンドランナー帰れば追加点。ホームに送球する。ホームへ。三塁タッチもセーフ。センター前ヒット。和田これが今日の初ヒット。
さあそしてバッターボックスには日戸入ります。さあチャンスが続きます。まあここはつなぎましたんで得点走ってきた。キャッチャー送球してアウト、盗塁失敗。初球からスタートしましたがここは失敗に終わりました。ここはバッターに期待した方が良かったと思いますね。ふわふわっと上がった。この打球はフライになっています。掴んで3アウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回タイガース1点を追加しています。6回終了5対3、タイガースのリード広がっています。7回の裏タイガースの攻撃です。一方ベイスターズはピッチャーが変わります。背番号16大貫が、この回ピッチャーからの打順でしたがタイガース代打が告げられました。バッターボックスには代打の糸井。タイガースリードで迎える7回の攻撃です。西さん、点差がありますんでここは自由に打たすところですがどうですか。まあ当然そうなりますね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。引っ張った、高いバウンド取った、アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。バッターの新庄、ここ5試合で打率は6割を超えていますがバッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。文句なしの活躍ですね。なるほど、ここはその好調さを見せたいところ。引っ張った、サード取った。これで4試合連続の猛打賞。ワンアウトランナー1塁となりました。バッターボックス松永。まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね。今日はタイミングが合ってますよね。そうですね、ヒットでランナーを一塁に置いています。まあ向こうは併殺を狙ってると思いますから。ランナースタート、高め打ちました。キャッチャーが構えます。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。バッターボックスバース、先ほどの打席はセカンドゴロ、併殺打となってしまいました。2アウトになっています。インサイド落ちました。この打球は落ちるか、どうだ。楠本が抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。8回の裏タイガースの攻撃です。そしてこの石峰、ここのところ5試合でホームラン5本を含む活躍を見せていますがバッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。試合前に話したんですけど。引っ張った、サード取った、アウト、ワンアウト。今画面に出ているのが先ほどの配球です。アウトコース見送っています。2球目打ちました。大きな打球になった。これはどうか、センター深いところ破っていきました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。さあそして打席にはアリアス入っています。さあ得点圏には追加点となるランナーを置いています。まあここで追加点が入るとぐっと勝利が近づくでしょうからね。なるほど、そうですよね。高めに大きく外れています。これが3球目、膝元への変化球、空振り。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。変化球打っていった、これは大きな打球、まんまん中左中間破っていきました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁まで進みました。タイガース追加点を挙げました。6対3になりました。さらにチャンスは続きます。ここで期待に応えました。見事なタイムリーが出て点差を広げます。いや、いい形でね、点を取れましたね。これからもうちょっと加点したいですね。終盤戦において大切な追加点ということになりました。バッターボックス和田。タイガースこの回1点を入れています。さあ3点をリードし、なおもリードを広げるチャンスです。まあこのままここもしっかりつないで得点に結びつけてほしいですね。さあここ外の球打った、高いバウンドになった。ショートが抑えた、内野安打。これでマルチヒット、しっかりつなげましたね。まあ次は勝負強いバッターですから非常に期待。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、セーフ、盗塁成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。ファウルです。
バッターボックスの日戸、今シーズンの得点圏打率は5割3分。外のボール打った、ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン、そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。タイガース追加点、8対3。これでリードは5点となりました。ここで期待に応えました。見事なタイムリーが出て点差を広げます。いや、いい形でね、点を取れましたね。これからもうちょっと加点したいですね。すでにゲームは終盤、この点差があればほぼ勝利は間違いないでしょう。バッターボックスには代打の八木。一塁牽制、一塁はセーフ。初球は何で来るか、際どいコースに送ってストライク。ファーストランナースタート、ヒットエンドラン、ヒットになった。これで5連打、ワンアウトランナー三塁一塁。打順はトップに帰って新庄。まあここで攻撃の手を緩めずに最後まで攻め続けてほしいですね。さあ終盤です。バッターボックスには代打の真由美。タイガースこの回7人目のバッターになります。打ちました、痛烈な打球、下がっていく、レフトボール際、判定はファウル。ノーボールワンストライクです。あっと真ん中決まった、すぐに追い込みました。外、ここは中間守備ですね。まあ、補給してからどこに送球するの。見逃し三振、ランナーは動けません。2アウトになりました。打順は2番松永、今日はホームランを放っています。2アウト、打ちました、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてセンターオーバーのヒットになりました。ホームに送球、ファーストランナーもホームイン、追加点が入りました。タイガースセンターオーバーのタイムリーヒット、10対3。タイガースなおもベイスターズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手の砂田。さあマウンドに上がったのは砂田、今シーズン2試合目の登板です。初球抜けてしまったでしょうか、大きく外れます。今のはバッターよく見ましたよね。はい、外の変化球わずかに外れてボール。西さん、バッターのバース、左ピッチャーとの相性はどうなんでしょうか。特に左ピッチャーが苦手という印象はないですね。ああそうですか。打ちました、セカンド取った、一塁へ、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガース連打連打、打者一巡の猛攻で得点を挙げています。8回終わって10対3、タイガースのリード広がっています。タイガース打ちに打ちました、大量リード、大量得点で勝ちました。西さん、今のチーム状態見てると負ける気がちょっとしませんね。いや本当ですね、とにかく内容で圧倒してますよね。そのいい流れ明日も期待しましょう。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方の DeNA ベイスターズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが快勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで